腹筋やデッドバグをやってもなかなかお腹が変わらないよって方、実は鍛えるだけではダメなんです。今回のストレッチをすることで今よりも確実にお腹がへこんできます。1日1時間以上座って何かをしてる方、今回のストレッチが必要です。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなかへこまないお腹、ストレッチで簡単に変わってくる方法がわかります。簡単なので一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹をへこますために大切な腰とお尻のストレッチを一緒に3種目やってもらえたらと思います。1時間以上座って何かをしている方は必ず腰とお尻が硬くなってます。ここが硬くなってしまうと、お腹よりもどうしても腰やお尻の筋肉の方が硬くなってしまって、腰が反れて姿勢が悪くなってお腹が前に出てしまう姿勢になってしまいます。これを今回ストレッチで解消できます。たったの3種目、各5回です。時間にしても1分もかかりません。一緒に身につけてもらえたらと思います。このストレッチをすることで、腹筋やデッドバグ、プランク、エクササイズをした時に腰が痛くなってしまうっていうことが解消できます。しかしデメリットもあります。ストレッチというのは筋肉が伸ばされてしまうので、伸ばす強さによってはストレッチでも筋肉痛が起きてしまいます。ですので、今腰が少し痛いなっていう方、お尻が少し痛いなっていう方がしっかり伸ばしてしまうと、今よりも数日痛みを生じる場合があります。そこはストレッチをされて痛みが生じているのでご了承ください。それでは3種目やり方を紹介していきます。1種目紹介して1つ実践というふうに繰り返していきます。ではいきます。1種目目は腰をしっかり伸ばしていきましょう。やり方としては、四つん這いの状態で足を必ずしっかり閉じます。少しも間が開かないように閉じます。この方が腰が伸びます。四つん這いで足をしっかり閉じて、ここからクッ、お腹を引っ込めて、お腹を引っ込めた方が腰が伸ばされます。これでしっかりお尻を後ろに出します。しっかり下を向いておへそを覗き込む感じで息を吐きながらお尻を出す。戻ったら息を吸います。これをまず5回やっていきましょう。スマホは顔の下に置いてください。いきます。お腹を引っ込めて。スタート。1、2、3、4、5。OK。2種目目は、寝転がったままで足を上げます。これで腰を伸ばします。この時ポイントは足が開かないよう。足が開けば腰があんまり伸びにくくなりますので、足を組んで片足ずつ5回。腹筋ない方は足が上げにくいので、膝曲げた足を伸ばす感じで、ぐっと蹴る感じで足を起こします。そして、足が上がった時に手でももの裏持って引き寄せます。こういう感じです。これを足入れ替えますので5回ずつやっていきます。息吐きながらお腹引っ込めます。いきます。1 2 3 4 5、足チェンジです。いきます。1 2 3 4 5。
OK。 このままラストお尻を伸ばします。足を組んで組んだところに手を入れます。で、すねを持って各足5回ずつお尻をしっかり伸ばしていきます。クッと引き寄せます。クッと行きましょう。5回息吐きながらです。スタート。1 2 3 4 5。反対です。行きます。1 2 3 4 5。今ので腰とお尻がしっかり伸びました。この2つが伸びるだけで姿勢が良くなります。それプラス腹筋を行うことによって正しい姿勢を保ちやすくなります。お腹よりも背中が強いと腰が反れてお腹が出てしまうので、腰の方はストレッチ、お腹の方は鍛えるっていう風にするとバランスがちょうどいいです。そしてやはりスマートフォン見てる時も腰が丸くなるし、座って何かをしている時、勉強やデスクワーク、その時はお尻の筋肉が凝り固まって体も猫背になって腰が斜めの状態でカチコチになってしまいます。そうなると姿勢がどんどん崩れてお腹がへこましにくい、お腹が縮まるっていう姿勢になってしまうので、反り腰が改善される、体が上に引き伸ばされる、それだけでお腹っていうのは変わってきます。いつも鍛えるばかりでお腹が変わらない、鍛えようとしても腰が痛い、そういった方は今回のストレッチを含めてください。タイミングとしては体が温まっている時です。エクササイズ後、またはお風呂上がり、体がリラックスしている時、そういう時にストレッチするとしっかり伸びます。お腹がへこみにくい方は取り入れてください。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、説明欄からリンクに行ってフォローお願いします。エクササイズの経過や質問、 YouTube のコメントでは見れない場合があります。できればハッシュタグタートルフィットネスをつけてもらって、Twitter で投稿をしてもらって、質問、トレーニングの経過、ビフォーアフターなど画像どしどしください。今回もご視聴ありがとうございました。